1992年のオリックスブルーウェーブでは、1992年のオリックスブルーウェーブにおける動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは、土井翔造監督の2年目のシーズンである。2年目を迎えた土井オリックスだが、4月を5勝13敗と大きく、負け越し、最下位に転落すると、5月中旬にも8連敗を喫死、喫し、 借金は17まで膨らんだ。即戦力の期待がかかった、ドラフト1位新人の田口壮は、一プスにかかり2軍落ちを経験するなど低迷。前年新人王の長谷川重俊も6勝止まりで、勝ち数が半減するなど若手が伸び悩んだチームは、前半を再開で折り返す。9月以降、日本ハム大ーロッテを5号抜きにして、ようやく3位に浮上しなんとか、A クラスは、 確保したが、借金返済はついに果たせず、チームは4年ぶりに負け越した。かつてのチームの売りであった、強力打線は、来日1年目のケルビン・トーベが8月以降の打率。365で、打率リーグ2位に食い込み、対談したブーマーウェルズの背番号44を、受け継いだ、高橋としが29本塁打を放ち対等するなど、チーム打率は、リーグ2位も、 チーム本類打数は88本と前年からさらに落ち込みリーグ再開となってしまった。ありがとうございます。